第二代ノーサンバランド公爵、ヒューパーシーは、イギリスの陸軍軍人、政治家、貴族。アメリカ独立戦争において、イギリス軍の指揮官の一人だった。とりわけ、歴史ントンコンコードの戦いで包囲された英軍の応援に駆けつけて、撤収を助けたことで知られる。最終階級は大将。生誕時の姓は、スミソンだったが、1750年に、父と共に、 パーシーに改正している。父が、ノーサンバーランド伯爵位を継承した1750年から1766年までは、ワークワース男爵。父が、ノーサンバーランド公に調された1766年から、爵位を継承する1786年までは、パーシー伯爵の儀礼称号で称されていた。1八百年のノーサンバーランド七百四十二年八月十四日。 あとに、初代ノーサンバーランド公爵、ヒュー・パーシーとなる第四代順団爵、ヒュー・スミソンとその妻、エリザベスの間の長男として生まれる。生誕時はスミソン姓だったが、1750年4月12日の議会法により父と共にパーシー姓に改正した。イートン・カレッジで学ぶ。1759年5月に第24不評連帯に勝位として入隊。 同年8月に、第85不評連隊に転属となり、大尉に昇進した。同年、フェルディナント・フォン・ブラウン・シュバイク・ウォルフェン・ビュッテル公爵の指揮下で7年戦争に従軍し、ベルゲンの戦いや民連の戦いに参加した。1762年に大尉として、第11不評連隊やグレナディアガーズの、副連隊長を務めた。1763年3月15日には、 ウェストミンスター選挙区から選出されて、トーリー党の庶民委員議員となる。1764年10月には、国王ジョージ3世の副官となる。1768年11月には、第五不評連隊の連隊長となる。ジョージ3世のアメリカ植民地に対する見解には、賛成していなかったが、1774年春には、アメリカボストンに派遣され、 トマスゲージ大将の司令部に勤務した。アメリカ独立戦争の勃発となった1775年4月19日のレキシントンコンコードの戦いでは旅団を率いてボストンから出陣し、コンコードの武器庫でマサチューセッツ植民地軍に包囲されていたイギリス軍のボストンへの撤退を助けたが植民地軍の追撃にさらされて大きな損害を被った。 しかし撤退成功を評価され、1775年7月11日にはアメリカにおける少々、9月20日には陸軍における少々に昇進した。1776年3月には2400人の部隊の指揮権を与えられ、ドーチェスターコーチ要塞に攻撃を仕掛けるはずだったが、この攻撃は中止され、結局イギリス軍はボストンを放棄した。 1776年3月26日にアメリカにおける中将、同年8月29日に陸軍における中将に昇進した。同年11月16日にはワシントントリでの戦いに参加し、最初に敵陣地に突入した。しかし、翌1777年にはウィリアム・ハウとの対立が増えたため、帰国を希望するようになり、解任された。 彼はアメリカにいた頃の1776年12月5日に死去した母エリザベスからパーシー男爵を継承していた。この爵位は祖父7代サマセット公が除されたものだが議会招集令状によるグレートブリテン貴族爵位であるため男子なき場合に姉妹間に優劣のない女件継承が可能であり、そのためサマセット公の死後に母エリザベスが継承していた。 この爵位を継承したことで、庶民委員議員から貴族委員議員に転じた。1784年11月に、この絵的弾兵連隊、第二騎兵大隊の指揮官となり、1788年6月に、ライフガーズに移るまで務めた。1786年6月6日の父の死により、ノーサンバーランド公爵位を継承し、またノーサンバーランド党官と、 ノーサンバーランド副提督に就任した。1787年には、ロンドン考古学協会フェローとなる。1788年4月には、ガーター勲章を受訓。同年王立協会フェローとなる。1793年10月12日に対象に、昇進。1798年には、パーシー・ヨーマンディ連隊の指揮を取った。 1806年12月30日には、王立この駅兵連隊の連隊長に就任し、6年間在職した。政界では、首相賞ピットの支持者だったが、アメリカ独立戦争従軍の報奨がないことに、不満を抱いて、後に離反し、反首相ピット派の皇太子ジョージと近しい関係になった。そのため政府の役職にはつかなかったが、野党保育党のフのホックスにも接近しなかった。 1803年のフランスとの戦争再開に反対した。1817年7月10日に死去した1776年12月5日の母エリザベス・パーシーの死により以下の借位を継承。1786年6月6日の父ヒュー・パーシーの死により以下の借位、順番借位を継承1764年7月2日に首相を 勤めた第三代ビューと伯爵ジョン・スチュアートの娘アン・スチュアートと最初の結婚をしたが、子供のないまま、1779年3月16日に離婚した。1779年5月25日にフランシス・ジュリア・バレルと再婚。彼女との間に以下の三男二女を設けた。ありがとうございます。